K5 は大韓民国の自動拳銃。大宇精密工業により開発、製造されたもので大韓民国初の国産拳銃である。1990年代より大韓民国国軍に導入されたほか DP51 の名称で輸出された。トリプルアクションもしくはファストアクション、トライアクション、3H 等と呼称される。 ダブルアクションを改良した機構を有していることが特徴となっている。これは FN ハースタルの特許を実用化したものでトリガーを引くことでハンマーが動作し発砲に至るまでは一般的なダブルアクションと同様であるが一旦コックされたハンマーを手で押し戻すことができる。ハンマーが手動で全身位置に戻されてもハンマースプリングはコック状態を維持している。 この状態でトリガーを引けば、ダブルアクション時の12ポンドに対して、半分以下の5ポンドの張力で、ハンマーが再び着倒するので、軽いトリガー操作で発砲が可能となるものである。より安全性の高い一般的なダブルアクション、正確な射撃を行うためのシングルアクションでの使用も可能となっている。フレームは、アルミニウム合金、重心、スライドなどは、鋼鉄製である。 照準機は三点式のアイアンサイトを備える。安全装置はレバー式でグリップの両側面上方、フレームの後端部に位置する。標準の断層を使用した場合の相談数は13発であるが、相談数15発のスミスエースソン5906の断層を流用可能である。相談はショートリコイルによって行われる。警護を使用した。 射撃訓練を実施するアメリカ海兵隊の兵士、ABCDP-51 の値。ダブルアクションとシングルアクションも選択可能。ABCDEFGHIMAX-R、ポッペンカー、デイル DP-51、K5 ピストル。2013年9月26日閲覧。ABCDE チャールズ Q、ョウ、タクティカルスモールアームスオブザ21ショートトン、センチュリー。 A コンプリートガイド u i 2スモールアームスフロムアラウンドザワールドハット a b e s t モチーフ2013年9月26日閲覧 ABCDE デレックオドム、o m A Look at the o b s c u UDP-51 慶應ガンズ .com2013 年9月26日閲覧韓国会計違法創業の中国繊維に実弾発砲 中央日報。2013年9月26日閲覧。重心曲がる、コーナーショット、国防科学研が開発。連合ニュース。2013年9月26日閲覧。屈折する銃、ソウル竜産で武器体系紹介会。中央日報。2013年9月26日閲覧。ABCDE ジョン・ワルター、イアン・ V、ホグ。 ピストルズオブザーワールドフォースエディション、ISBN 9七7808億7349万4601、https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ2019121191444スラッシュ http www.smallarmsharvey.org、ファイレミン、docs S, s トレードアップデート、SA s トレードアップデートマイナス -2019PDF。ありがとうございます。